今、弱者男性が話題になっていますが、僕たち弱者男性に真っ当な生き方について教えてください。弱者男性の定義って何年収が低い。身長が低い。電車乗ってる。<laughs> お前らまだ電車、え、嘘でしょ電車って乗り物なんだみたいなやつら。モテない。奴らが弱者男性と言われてる。でも、 人、人類の95%ぐらい男性女性問わずみんなそんなもんだからそういう風に言ってね自分たちの周りを下げるジャンルを作って自分たちの世間での立ち位置を上にしようとする相対的に見て自分たちの評価を上げようとする奴ら言うことなんて無視でいいですこの世の中に弱者男性なんか存在しません安心してください これ、影響を受けて、俺たちは弱者弱者だと思わない方がいいです。みんなそんなもんです。ガチで。これ、俺が金持ってて、なんか、評価を上げるために言ってるわけじゃなくて、僕、ガチです。人類の95%みんなそんなもんです。インスタグラムで、きらびやかなものをやってるやつも、幸せじゃないです、対して。 本当に幸せなやつは、毎日そんなもん食ってっから、わざと写真なんか撮りません。俺幸せなんだけど、毎日そんなもん食ってっから、写真なんかわざと撮らないもん。そんなことやってる奴の方が心が貧しいっすよ。みんなが普通。俺たちが幸せなだけで。みんな普通です。この世の中に弱者男性なんて存在しません。たまに俺たちみたいなラッキーな奴がいるだけで。本当に存在しない。 <laughs> お前調子乗ってんな <laughs>。乗ってねえだろ <laughs>。それでも堀江さん切れるの<え>あいつ調子乗ってんな <laughs>。って言われるから <laughs> ほんとそうだよ。冷静に考えてみろよ、周りに。いるか、そんなやついねえだろ <laughs>。女から死ぬほどモテて、金もめちゃくちゃ持ってて、だってもうほんと1%、2%ぐらいじゃないみんな、大体モテなくて、身長もそんな高くなくて、身長高く、身長高いかもしんないけどめちゃくちゃブスで、とか。 だいたいそんなもんなの。俺の周りいなかったもん、そんなやつ。山崎健人とか大谷翔平みたいな、特別なやつだけ。でも弱者男性がなんとか、俺だから弱者男性のカテゴリーって何なのか分かってないもん、本当に。そんなやつ、存在しないから。みんなぼちぼち幸せに生きてるはず。違うぞ、弱者男性って普通いいかってこと言う。だからそんなやつもいないの。存在しないの。そんなやつ。 弱点はあるわけよ。そう、普通ってまずなんだよってことだよな。その、劣ってる部分もあれば、その、人より優れてる部分ももう何かしらあるわけよ。で、緑さんなんかも本当にバカでブスでハゲで、性格悪くて、友達一人もいなくて、ね、体も臭いし、頭もハゲてるし、もう、ゴミじゃん。でも配信っていう才能があるから、まあ、幸せじゃん。てか、 ってななっったらみどりさんは弱者男性なのかってでも政治家でさ、金も持ってて女にモテるんだよ。別に弱者じゃなくないで、かけまじゃまやってるし、終わってるじゃん。でも弱者じゃないでしょ、絶対。みんなにもあるわけよ、そういうの。なんかその5、5%ぐらいいる本当に勝ち組みたいなやつに、憧れを抱いてしまうと、ダメなんだよな。俺は存在しないと思ってる、そんなやつ。10年後俺たちがどうなってるかなんかわかんないし。 そう、乙竹さんなんか両手両足ないのにあんなしやすそうなんだよ。金持ってて女に持ってて。関係ないんだよ。5%もいねえな。そうだ、0.1%ぐらいだよ。本当に勝ち組なんでじゃあお前にの周りに低所得者で童貞のやついる。いや、いる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 。それいっぺんいるだろ、そんなの。いっぺんいるよ。じゃあ、俺年取っちゃったから童貞は少ないけど、金持ってないやついっぱいいるぜ。いっぱいいるよ、金持ってないやつ。いや、コースケだって持ってねえし。ヨッチャンだってそうじゃん。 よっちゃん全然金持ってないよ。幸せそうだけど。全然よっちゃん金持ってないぜ。なのにずっとバーラやって幸せにしてんだよ。で、地の棒だって全然持ってないでしょ。いっぱいいるよ。持ってるやつもいっぱいいるけど、たまたまね、環境的に、持っていやつもいっぱいいるよ。でも俺は弱者だと思ってないもん。弱者男性じゃない。幸せでしょ、あんな。のらりくらりとさ、みんなに会計を言われて生きてんだから。お前は勝ち組か、勝ち組すぎるだろ。 金を持ってて <laughs>、なあ、友達もぼちぼちいて、幸せすぎるだろう。だ俺それで自分は幸せ者なんかじゃないよって言ったやつの方が信用できない。これで俺が、いや俺幸せじゃねえからな、だって言ったら、終わってるだろう。終わってない性格悪すぎない嫌いになるだろう。調子乗ってるし。<laughs> 俺は生活保護だけど彼女許すまして。まあまあ、それは、じゃあお前俺、あれだな。 あの、東京の中心の方、俺東京の中心の方住んでるから、場所まで言,わ言ってないけど、毎日毎日東京の中心の方に拝めよ、お前。加藤さんがいっぱい税金を納めてくれるおかげで僕は生活保護で彼女もいて幸せです、今、つって。毎朝起きてからちゃんと拝めよ。なんかさ、下げすぎだな、みんなは自分のこと。ついへみが弱者男性に優しくするなんて無理って言って、あ、じゃあそっちにとってお前みたいなブ生によ優しくしたくていいんだな、つってね。<laughs> 加藤人生の実名だしよ。気が、なんか、肩の荷が降りたわ。 俺ってブスにもう優しくしなくていいんだって。じゃあ、ちょ、ツイッターにの名前書いておくね。加藤十一四角く顔が醜い女には優しくしませんって。君たちがそうやってやってくれたら俺も楽になれるの。やっぱブスに優しくするの辛いからさ。気が楽になった。変わんないよね、別にね。可愛い子だけ優しくしとこう。つゆひみじゃないブスが可愛そうだぞ、確かに。<laughs> ま、あそうだな。じゃあ、そいつにだけ優しくしないわ。見た目だけの話言ってんじゃねえ。心がブスじゃん、そんなやつ。 心がブスじゃん。見た目も絶対ブスだしね、そんなやつ。心がブスなやつって見た目もどんどんブスになっていくから。心が綺麗なブスってやっぱ可愛く見えてくるわけよ。あ、でもこいついいやつだな。身も心もブスじゃん。なんかでも俺だんだんね、あの、年をとって経験を重ねてくると背景までわかるの。絶対にさ、まあそんなこと言うやつって顔も可愛くないのね。で、 残酷だけどさ、学生の時にさ、可愛いやつはチホヤされてブスってさ、知りたげられていくじゃん。どんどん性格もブスになっていくの。でもそこでやっぱ頑張れるブスは、あの、努力できて、綺麗になって、まあ、整形とかもしたりして、ねなんか、努力して、勉強とかもしていい学校入って、成功していくじゃん。なんインターネットでさ、そんなさ、弱者男性がとか、で要は同じステージで見てんの。俺だって別に <laughs>、他人のことどうでもいいから、 みんなが弱者だろうが強者だろうが関係ないで俺的に。ってことは自分もそのステージにいるのまだ。不幸だ。不幸だって。自分が不幸だって思ってるステージにいるわけよ。かわいそう。わかった。優しくするわ、そいつに。だってかわいそうだもん。みんなで優しくしてあげよう。だってかわいそうだもん、そんな不幸なやつで性格がいいやつでそういうこと言ってるぞ俺見たことない。 マジで結婚してからフェミの話題気にならなくなった。<laughs> 下に見てるからね。俺そんなことしてるって明確に下に見るから。下の奴らの意見って、俺、気になんないじゃん。あ、かわいそうだな弱者女性だな。弱者男性があるんだったら弱者女性があってもいいでしょう。俺たちが勝手に定義決めようぜ。弱者女性の。弱者男性の定義は何あの、稼ぎが少ない。じゃあブスにしよっか。<laughs> いいよね、別にね。 弱者女性はじゃあブスにしよっか。しょうがないよね。弱者男性とかいうカテゴリーがあるんだったら、弱者女性っていうカテゴリーがあってもね、いいよね。来年の流行大賞狙いますわ。それはひどいなのに別に変わんないじゃん。でもいいよな、そんなの。整形ちょっとすれば可愛くなるしね。心がブス、心がブスの女ね。今の時代女のことを悪く言わないほうがいい。別に悪く言ってねえだろ。 だって、話がこじれるじゃん。男性だけなんか弱者男性みたいな言葉があるのってさ、めんどくさいじゃん。やっぱ、興味やっぱさ、男女平等にした方がいいから、全然いいでしょ。俺結構フェミニストなところあるから、女性もやっぱね、俺決めてることがあるの、心に力って。俺優しいんだけど、女の荷物は絶対持たないって決めてんのね <laughs>。どんだけパンパンでも、 俺を、荷物持たされたら、そいつとは絶対遊ばないって決めてんの。荷物持ちたくねえの。理由は重いから。男だって重いんだよ。知ってたいよりもは持つ。理由は可愛いから。しょうがないんだよ。みんなだってそうだろ。俺だけじゃなくてお、ま、お前らもそうだろ。<laughs> 持つだろ。<laughs> 率先して。タクシーで家の前まで迎えに行くだろ。あいつは狂んで忙しいんだよ 荷物なんか持ってる場合じゃねえだろおんぶするよね、こうやってね。もうええって。俺がタクシー、俺、俺いいよ。タクシーなんて使わねえで俺が、お前送ってってやるよ。つって。シャドー,ー側は男が歩くって意味のわからない不条理に押しっていうちのこ歩かねえよ。<laughs> なんか言われたことあるよ。20代後半の時に、なんか優しくないよね、みたいなこと言われて。 荷物も持たないし、車道側も歩かないで。いやでも俺、俺が車道側を歩いて、もし車に惹かれたら、配信でどんだけの人が悲しむと思ってんだよ。歩かねえだろ、そんなの。危ねえだろ。えなこだったら車道側歩くでしょ、それ。危ねえじゃんだって、えなこが。そりゃそうだよ。そりゃそうでしょ。えなこちゃん危ないじゃんだって、車道側歩いてたら危なくないこうやって歩け、俺。 こうやってえなこが死んだら悲しいじゃんだってバスも電車も使わせない <laughs> 使ってなさそう <laughs> うわそうでしょ